ベネチア映画祭で退場者続出だが、ラストを見届けた者はその映画に10分間のスタンディングオベーションを捧げた。ホロコーストを逃れ疎開した少年が目にしたもの、圧倒的映像美で語られるモノクローム3時間驚異の映画体験、異端の鳥。